さあやっていきましょうか。続きね、ローズ編でございます。さあ、なんかさっきから出てくるうにょうにょ野郎がな、結構奇妙で、あ、これとかも、だから、前回その力を高めやがれっていうね、パートだったので、まあ、それでなんとかやるしかないんだろうけど、私、あ、三つ目。うん。あ、ごめんなさい。ブルーホースでございます。続きやっていきましょうか。で、これは、どの部屋だったっけ？あ、これあれか。あ、また。ガンパウダー。ガンパウダーと、ハーブ。あ、じゃあ、薬液とガンパウダーか。じゃあ、無理だね。じゃあ、とりあえず登っていきましょう。登っていくはいいか。ちょっと、ローズがありとあらゆるところで、お亡くなりになってます。これ、あ、これは近づいても大丈夫なんだ。で、ね、こっちか。ものすごい遠いところから拾ったぞ、今。調べる。使えるものは全部使う。うん、ガンパウダー。他の何を使っても生き延びたい。まあ、そりゃそうだよね。そりゃそうだけど。あ、こっち行けるのか。こっち行けるんだ。ちょっと待って。その前にこっちかな。向こうは、だって本館にも、あ、はい、こっち行きまーす。くそ、なんか。怖いんだよね、さっきから。あれ？こんなに本詰まってたっけ？あれ？なんかちょっとマップが違う。これがね、こういう、倒れてる。ローズっちがいつか現れるかもしれないので、下にめっちゃ溶けてってる。ローズっちがいつ蘇ってくるかわからないみたいな。声してる。おお、吸われてる。これなんかちょっかいかけたらやばい感じ。めっちゃ永遠に吸われてるけど。あー、バレた。飲み込まれてってるよね。これちょっと待って、どうしたらいいのかな。じゃあ、あんまり。よし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 。むし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 。こいつは戦わないで済みそうですね。済みそうですね。オッケーオッケー。ダッシュ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 。で、薬液。で、こっち行った。あ、扉がなんか勝手に閉まってる。オッケー。あーはー。すごい、綺麗な景色。でもこれ、もしかして、どうしたらいいんだ、これは。何かあるけど、向こう行けねえんだよな。こっち。この階段登る。通れないじゃない。向こう側に。行く方法はないの？こっち。調べる。落とす。あ、で、これ渡る。でも急いで渡らないと、どんどん侵食されてるな。これ精神世界だとかって言ってるけど、どんな精神世界なんだ？ねえ、登っていく。あ、そうそう、こうやって、ちゃんと表示されててほしいんだけどね。もう常に、世界がテロ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 してるんだよね。よろしくないよね。これほんと。ね、カポンさん、これの対処法に関して、サポートチームから、ぜひご返信をいただきたいんですけれども、まだでしょうか？本当に。待ちわびてマネキン。これは別に普通の体だよ。こっちが羨ましいけど、あはぁ。横曲がりチンチン。違うんだよ。そんなことはどうでもいいんですよ。池。すごい脈打ってる。こっちには何もない。あ、ちょっと、いけない。これ、なんかちょっとでもいいから、まともな、こう、フィールドが見える瞬間が見えて、あってほしいんだけど。こっちは、おお、普通のセーブ屋だ。これだ。RW 得意型フラスク。ディス。はい。これそれで、一体これをどうすればいいの？そう、全く同じ疑問を持っております。ポーペース。集中しろ。はい。集中。やってみる。これが最初のトラックムービーに出てきたやつか。あ、なんかすごい気持ちよくなってる。
違う、今までと目がいっちゃってるけど大丈夫、核に使え。 Try now。 どうしたらいいんだこれ。分かった、とにかくやってみる。ああなるほどね。あでもとっさに使えかな。なんだ、特異菌同士が更新使っている化学物質オートインデューサーを強い干渉力で遮断する、特異菌の働きが極端に鈍くなることが分かった。例えば特異菌の塊である核、菌核に対して化学物質の遮断を一定時間行うと組織がボロボロと自壊していくのが確認できた。菌核は特異菌が新たな場合進出しようとする際、その足がかりとして形成される。追干渉を受けるなどして菌核が核危機にさらされた場合、その菌核の根付いた黒領域も自壊していく。特異菌はその場を生息に不適格と判断するためであろう。なのでね、なんか急に何かこんななんか使えるんだ。波動拳。他にアイテムないかな。V。なんかあるな。何？銅の仮面を入手する。あ、え、銅の仮面、リュックがつけてたやつ。ほい、おへえ。あ、これでだいぶいける範囲広がるんじゃないか。で、おお、ちょ、いけなくなってる。これこの距離でもいけんの。あ、いった。あ、いけるんだ。よしよしよし。じゃあこっちに、なんか、あったあった。ガンパウダー。いいね。ガンパウダーにするか、特異菌の能力を強化するフラスク。なるほどね。どっちを使うかってところだよね。あとなんかこれもあるんだな。でもこれしか、変更するパーツがないってことは、そんなに、あれだね、強い武器。そう、怖っ。必要とする敵は出てこないかもしれないっていうオチなのかな。回り道はダメか。これ掃除しないと。あれ、これ届かない。あ、届いてる。金閣。なるほどね。こうなんかちょっとナタリア感あるね。あ、腐るだけで終わるんだ。でも、じゃあ、これ、ですよね。戻っ、入ってくる。あ、ちょっと、これ、使えんじゃない。あ、こいつら力は効かないの。ダメですか。ダメですか。よいしょ。おい。そんな、大手記ホールドなんか、お前なんかにさせねえかな。まったく危ない危ない。もしかしてこっち来るやつ、こっち来る。調べ。お、ロングマガジン。え来るの。あ、来るんだ。来い。じゃあもう、よし。最初のやつに比べると若干体力が低く感じるけど、これをこれはどこだ。これはどこにいる。いない。いる。あ、ちょっと待って、なんか右にさ、ほら、こうやってるとさ、もう同化して分かんないけど、右になんかあったな。ちょっと待って。ロングマガジン。あ、なるほどね。じゃあ、ロングマガジンは後で使ってみよう。玉垣。戻らなきゃいけないのかな、これ。だとしたらすげえ嫌なんだけど。ナイフが欲しい。あ、外が、そこにあるのに。断崖絶壁という。ってことは、これ戻るときに、また奴がいるよね。いますね。口は行かないで済むから、ちょっと、これ、こっから撃てたりする。あ、撃てる。え、こっちに。お、来てる。こっちまで来るか。ああ、あった。装填しちゃった。どこ行く？スーパーチキンプレイしてやるぜ。
ちゅうことお前そんな右から来るなんて焦った。もうこっち来れねえのかよお姉さんはよ。おーおーおおお、あ、やったよかった。ふうじゃねえよ、あ、ビビった。スーパーチキってビビった。こっち来る、こっち来る、来ない、来ない、来る、あ、来た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 。ここに入ってこれない、ここに入ってこれないと信じてくれ。心臓が一気にバクバクってる。ああ、こっち来れんのかよおめえよ。焦ったわ。でもここ2体しかいないはずだよね。ってかもう全部なんか丁寧に倒していた。はい、あ、ちょっと待って。はい、帰ってた帰ってた。待って、また右から来るとかってオチにされるとすげえ嫌なんだけど。来てる。あれ、ああ、来てる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 。ここ来れんのこいつ。なんか見えない壁に阻まれてるとか。入ってくる。あ、じゃあ、見えない壁なんだ。オッケーオッケー。タイランとレミシスと一緒だよ。頭さえぶち抜いてるかなとかなるけど。でもこれ、こんな使い続けてて大丈夫なのかな、うん、ほら、あ、ちょっと待って。まだ取るか。お、ちょ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 。結構近づかないとダメなのね。もうちょっとこう、波動拳のこう、使える範囲を、広げていただきたいんですけど、金閣、こいつはどこだ？あったあったあった。これ探すのが大変だね、まずね。結構しぶとい。これやってる間になんか、いろいろと、本は特にない。え、ちょっと地図。あ、わかんないな。多分まだ何かアイテム、あ、あったあったあった。薬液。これで？あ、全部拾ったね。じゃあ、特にこれでなければ、帰ってっていいのかな？あ、そっか。おー、ちょっと待ってよ。まだいるんじゃん。しかも、いっぱい出てきたじゃん。どうしよう。これ、こっちからなんとかいけないかな。あ、こっち無理なんだね。これの金閣どっかないのかな？おー、近い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 。そしてなんかこいつすごいしぶといな。早い上にしぶとい。ほい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 。あえて、で、そこで、そこでおとなしくして、そこでおとなしくして。あ、お前目どこ、何で見てるの？匂い？ほら。ほら。ちょっと待って、硬えわ。硬い。あれ？当たってない。オッケー。おっと。ってだからなんでそういう省略をさしてくるわけさ。あ、てかいいんじゃねこれ、こっちで。あ、弾がない、弾がない。そうそうそう、おいで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 。あ、ちょっと待って、あの ローズのバックステップよりもこいつの方が早い。こいつの名前なんていうの？変態ゾンビ、略して変ゾンとかでいい？プチュヘンズアップ。オッケー、戻って、で、これは普通に戻ってっていいのかな？まだ三つ目小僧もないし、こんなとこで死んでたっけ？何？何？え？何今の？これ見えてるからわかることだぜ。What？これまた新しい敵出てきてるというかい？そういうことなのかい？とりあえず、OK。ガンパウル。あ、待って。核破壊したのに、ここは崩れないのか。そこだけか。ワンポイント。これ実は、あ、いけないんだね。で、もうところどころで、あ、なんかある。なんだ。あ、銀の仮面。これどこだ？一つ目の扉、地下奥。
近いかな、行けない。あ、で、行ったらここが開けられるようになるってことか。うわ、じゃあ、ここ、本当にストーリー長いんだね。なんかほら、なんか、4時間くらいの遊ぶ時間があるみたいなこと書いてあったけど、とりあえずこれで。え？1個目が取れる。特になんか、やっと取れたわ。やっと取れたわ。そうね。で、1個目戻ろうとすると、多分またなんか出てくるんで。だいたいバイオってこういうキーアイテム、あれちょっと、キーアイテムどころかな。ハンドガンすら取れてない。地下奥ってどこの地下奥なんだろう。あ、え？違うな。多分違うな。ここの核は、なさげかな？じゃあ、とりあえず1個はめに行く。でもなんか、ここに、あ、いた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 。またね、ここで休め。ここで休め。ここで休め。と言われても浮かない顔。当然だよ。そうだよね。こんなことになるなんて。なぜ帰らない？いや、帰りたいけど、それは帰らないに決まってるでしょ。帰ろうと思ったら帰れんの。結晶が必要なの。これを使え。ありがとう。あ、どうも、どうも。ありがとうございます。回復薬。今、まあ、大丈夫か。もう問題はハンドガンの弾の数なんだよな。で、一つ目、二つ目、三つ目が手に入ればなんとかなるっていうことだと思うんだけど、とりあえず、どうしようかな。これを一個はめれ、ん？あれ？そう、これが欲しいんじゃないの？あ、なんか めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。ちょっと待って、これ見てなかった。使徒たちには、ああ、そういうことで銅が手に入ったから、どうってか。こっち行けるようになったけど、なんかこっちはまだ行っちゃいけない気がするんだよな。次どこ進んでったらいいんだろうね。ここまた戻っていったら、あ、そうそうそう、ここ行きたいんだよ、ここ。こっちはもう何もすることができないんだろうから、こっち。で、こっちに行きます。ここは？セーフヒア。ファイアル？それはめっちゃ疲れた。私は大丈夫。でも、マイケルは？叫んじゃっても、あのドッキリ無理なんですよ。文字がかすれてるのはそのせい。え、どういうこと？どういうこと？なんで？どうしたらいいの？そう、これを渡す。あんまり無理しないでね。あ、ハンドガン。なんかめっちゃ助けてくれんじゃん。ここはセーフって書いてるけど、でも別にセーブができるわけでもなくだね。物置でエレベーターで登れるわけでもない。文字で書かずに直接助けてほしいんだけどな。マイケルって言葉をなんか組み替えると実はイーサンになるとか、そういうオチがあればよかったんだけど、ここに金閣はないかな。こっちはいけないね。無理だね。よし。じゃあ、一個はめておこう。あ、ちょっと待って。あーって、なんかいろいろと、いけるところが増えてきてる感じになってるのかな。それっぽいな。なんか金閣あるもんね。まあいいや。とりあえず、これは、無理だね。違うな。銅だから一番下なんじゃねえか。あ、違うね。これか金か。てかなんか、よく見たらおっぱいにめっちゃ突き刺そうとしてるやつだ。違う。これ。これをまず一個はめたと。おー、燃えた。ぼ。そういうことね。オッケー。じゃあもうちょっと余裕があるんで、このまま進んでいきましょうかと思って。こっち行って大丈夫？じゃあ全然なさそうだね。さっきこっちから来たんですね。色がいろいろグロいけどな。あ、違う。この安心だった部屋が果たしてどうなってるかってすごく気になるけど、
特になんかあるわけでもない。ガンパウダー、めっちゃガンパウダー拾わせて、あ、え、あ、違うんだ。なんだ、てっきりあれがキーアイテムなのかと思ったけど、あれ、え、こんなんだったっけ。なんかこれ読めない。あ、調べる、あった。何も覚えてない。私が何者だったのか、どのように生きてきたのか、何もわからない。この仮面の下の顔が崩れているように、私の記憶も崩れ去ったというのか、ただ残るのは誰かをいたぶり、憎たらしい姿を見たいという渇きにも近い感情だけ。さて次はどうするか。そろそろとっておきのやつを向かわせてもいい。顔がたくさんあっても知能のないあいつのことが。顔がたくさんあるってもうリサトレバーじゃん。なるほど。でこっちは特にないし、いけないし、最後ドミちゃんとか出てこない。大丈夫。でも V で特に、あ、ちょ、あれ、ちょっと、あ、そうか、応接室はあれか。で、こっちに行けるわけでもなくだよね。金閣があるわけでもないもんね。そっか、金閣を潰すことができるようになっても、残念ながら、おぞましい音がしてるな。まあ、すごい気になるんだよな、本当に。この世界が一体どう見えているのかって。こんな感じでずっと見えてたらいいんだけどね、無理だよね。まあいいか。じゃ、ちょっと次回パートは上行くような感じで進めていけたらと思いますんで、一旦じゃあこの辺りでセーブしておきましょうかね。はい。めっちゃ不安そうな顔してるけど、ごめんね。プレイヤーが下手すぎて、不安そうな顔させすぎて、本当に申し訳ないんですが、まあ、しばしお付き合いいただけたらと思います。ということでね、本日の動画も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。一旦こちらで区切らせていただきます。ではまた。